マルセル・キッテルは、ドイツアルンシュタット出身の元自転車競技選手。5月に入り、部長により休養を宣言し、カチューシャアルペシンとの契約を解除。6月、交際しているオランダのバレーボール選手、テスフォンパイアカルツが妊娠を公表している。8月23日に、自身のツイッター、及び公式サイト、インスタグラムで現役の引退を発表した。今後は、 コンスタンツ大学で経済学を学ぶ予定。9月には子供が生まれる予定であり、スカイプで子供の成長を見るのは嫌で、普通の父親としての生活をしたいと、ドイツの新聞のインタビューに答えた。チーム公式ツイッター切ってるが、突然カチューシャと契約終了、消耗している状態。自分の時間が、 必要ダッシュ -cyclowired.jp2019 年5月9日18時59分 .we are having a baby hat.dear friends, fans and companions.2019 年8月24日閲覧 .dear friends, fans and companions.2019 年8月24日閲覧ありがとうございます。